やっぱしね、この品種めちゃいいなっていうような思いがね強くなっていったので、それを紹介していきたいと思います。ティアレアのシュガー&スパイスになります。何がいいかっていうと、生育旺盛さですよね。葉っぱがやっぱりこのドーバーっぽくなっていて、中がね黒くて、お庭でもねこのティアレアの独特の花が綺麗でね、これだけで可愛いですし、全体的に評価するとシュガー&スパイスね、めちゃめちゃいいんじゃないかなと思って最近います。はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は以前紹介したんですけど、めちゃめちゃ綺麗なんで、また紹介したいと思った花があったので、それを紹介していきたいと思います。今回はティアレアの中では一押しと言っても過言じゃないシュガー&スパイスについて詳しく話をしていきたいと思います。今回の動画を最後まで見ていただけたら、視聴者の方もティアレアシュガー&スパイスが欲しくなるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回は、以前ねティアレアについては3品種村岡オーガニックでも育っているんで、その紹介を詳しくはさせていただいたんですけども、実際ね気温が上がってきて、いつも農場でですね水をかけながら見ていると、やっぱしねこの品種めちゃいいなっていうような思いがね強くなっていったので、ぜひね動画で皆さんにも紹介したいなと思って、今回動画を撮っていきたいと思います。実際ですね、今回は冒頭でもお伝えしたように、ティアレアのシュガー&スパイスがこの3品種のティアレアの中で一番ねいいんじゃないかなというのを僕は思ったので、そのポイントも含めて詳しく話をしていきたいと思います。じゃあですね、実際に現物を見ながら話をしていきたいと思います。じゃあね、こちらじゃん、こちら出荷、ね、前のねまだラベルとかちょっとね汚い葉っぱとか掃除をする前のティアレアのシュガー&スパイスになります。私たちの農場でもね今年初めて育てたんで、どうなんかなと思って育ててみたんですけども、実際ですねこれだけ見てもね分かりにくいので、横にじゃん、こちら、まあこちらもこちらでめっちゃ綺麗なんですけど、こちらね定番品種で人気があるティアレアのスプリングシンフォニーになります。こう見るとね花の数とかね、まあ、こっちの方が多いかと思うんですけども、こう見てみましょう。こうちょっと離れてるんであれなんですけども、こう見ると花のねまとまり方ではスプリングシンフォニーの方が多いかと思うんですけども、こっちはねシュガー&スパイス、何がいいかっていうと、この生育旺盛さですよね。でこの葉っぱがねピョンピョンって出てて、で花首を伸びていて、こんな感じで寄せ植えだったりとかお庭でね植えると、去年ね親株育てたんで分かるんですけど、だいたいね40センチぐらい、ね、40センチぐらいの方が伸びて、このぐらいの大きさになってくれるんですね。結構ねティアレア低いイメージもあるかと思うんですけども、結構大きくなってくれる品種で、またねこんな感じで花首も結構伸びてくれるし、花首の伸びたところにねこれ可愛らしい葉っぱがちょんってついてくれます。こういったところもよいしょ、こちらのスプリングシンフォニーと比べたら、スプリングシンフォニーはどちらかというと1個の方はねすごく花がビョーンって伸びて花は大きいんですけども、このカーブ張りですね、カーブ張りの生育旺盛さ見ても、葉っぱがやっぱりこのドーバーっぽくなっていて、中がね黒くて、この葉っぱの色とか形、ね、全体的に評価すると育てやすからも生育旺盛なのがシュガー&スパイスなので、僕シュガー&スパイスねめちゃめちゃいいんじゃないかなと思って最近います、ね。まあ、ティアレアの花ね、花自体は穂はねスプリングシンフォニーみたいに穂は大きくならないんですけども、十分ねこれだけで可愛いですし、まあ、背丈がねしっかり出てくれるというのもねいいのかなと。あとどんどんねピュンピュンってね茎が伸びてくれるので、結構これねありなんじゃないかなと僕は思いますね。で前のねティアレアの動画でも撮ったんで、それ見ていただければ分かるかと思うんですけども、一番ね生育旺盛なのがシュガー&スパイス、次がこちらのティアレアのスプリングシンフォニーで、一番ね遅いのがもうほんとちょっと死にかけているんですけど、こちらねちょっと生産も大変なので、もうねこうピンクスカイロケットね、来年は作るかどうかも検討しないといけないこのピンクスカイロケットです ね、かなり弱ってますね。
みたいな感じで、やっぱし育てやすさでも生産者のところでやっぱし育てにくい品種は基本的にはお客さんとか視聴者の方のところ行っても育てにくい品種なので、ちょっとねピンクスカイロケットは育てにくいかなっていうのがちょっとあります。ただね逆にこのシュガースパイスはめちゃめちゃ成功性で、ね、いいんじゃないかなと。寄せ植えの材料にもねこんな感じでね花首は伸びるんでアクセントになっていいし、お庭でもねこのね花がティアレアの独特の花が綺麗でねいいので僕はおすすめなんでね、もしよかったらね手に取ってもらえたら嬉しいです。私たちのねガーデンパーティーツアーサイトでも販売してるんですけども、もう徐々にね出荷していって残りがねだいぶ少なくなってきているので、今年欲しい方はですね早めに購入していただいた方がいいかと思います。スプリングシンフォニーもね十分綺麗なんですけどね、まあ、確かにね花の月を見るとスプリングシンフォニーなんですけど、株全体のバランスとか成功率を見ると僕はシュガー&スパイスがいいかなと思いますけど、皆さんどうでしょうか。もしよかったらコメント欄で私はどっち派みたいな感じで言ってもらえると嬉しいです。せっかくなんでねこのシュガー&スパイス、ね、で簡単な寄せ植えを作っていきたいと思います。うん、はい、ということでこのねシュガー&スパイス、もう寄せ植えっていう寄せ植えじゃなくてもう本当に単体で植えちゃうだけなんであれなんですけども、結構ね単体で1つのやつを2ポットとか3ポット植えるだけでもね綺麗だと思うんでいいんじゃないかなと思います。この7号ぐらいかなの鉢にですねこれ植え付けていきましょう。多分もう2ポットで十分ですよね。見てくださいこれ、で2つ植えるだけでも結構もうボリューム感が出て僕はいいんじゃないかなと思います。こんな感じ で鉢にね植えていきたいと思います。よいしょ。ね、ティアレアなんですけどちょっとね下葉が枯れてたりする部分があるので、このね下の枯れてない葉っぱがあればそれを引っこ抜いてあげてください。よいしょ。あとこういったね苔とかも生えてる場合がありますので取ってあげましょう。でね根鉢は崩さずに今回は植えたいと思います。でも本当に成功性でねいいと思うんですよね。ティアレアはねヒューキレラとかねヒューキラとかヒューキレラとかもありますけど、ティアレアはねこのグリーンの葉っぱしかないんですけど花がねとても綺麗なんで、その中でもこの成功するのはいいんじゃないかと思います。よし、こんな感じで、はいね下準備の完成です。2つこうやって合わすだけでもねね綺麗ですね。でティアレアとかヒューケラとか植える時のポイントなんですけども、基本的にこのね地際ね土の地際のところに成長点が密集しています。ティアレア、ヒューケラ、ヒューケレラは成長点が、ね、伸びずにこの中心部に固まってますので、この中心部をちょっと深く植え付けするのがポイントになります。この土のね地際の中心部が土に覆われてしまって蒸れてしまうと腐れる原因になりますので注意をしましょう。はい、まずねちょっと適量土を入れて、今回はマグアンプとか病気の流剤とかは入れないんですけども、もしね気になる方は入れてあげてください。こんな感じで最初にちょっとセッティングをして、で反対にも土を入れて、キュッキュッと押してこれで完成です。絶対ですねポットの土の地際にある成長点の部分をですね土の中に深植えしないように注意をしてください。あとねこういった鉢で植える場合にはしっかりウォータースペースというものを作ってください。水がね鉢の中に溜まる部分がないと水やりやるときに水が土の表面に流れてしまって鉢の中に十分に水が浸透しないことが起きてしまいますので、しっかりウォータースペースを作ってあげましょう。園芸チャンネル、はい、ということで今回は私ゆうきが実際に育てていてやっぱしおすすめしたいお花ということで、ティアレアのシュガー&スパイスを、ね、もう一回紹介させていただきました。本当に、ね、いい品種じゃないかなと僕は思いますので、もし興味ある方はガーデンパーティーで購入していただくか、
森の園芸店さんとかで販売している場合には、見つけた場合には購入してもらえるととても嬉しいです。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいていいねと思われた方、ぜひ高評価お願いします。有機の園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まで園芸ガーデニングが好きな方、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますので、ぜひ応援お願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。